俺はクロートだ。何かご入り用でしょうか。いかがでしょう。素材が足りないようですね。また来よう。気をつけろ。またお越しください。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。モコが槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまずモコを打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ、もうこの陣立てを見られる場所へ行こう。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔がよみがえるよ。じゃあ目をつぶってな。では乱が起きる前に映っていたのだな、大綱に。あのことを話したのか。大綱に用があってね、手を借りた。一と会えたの。後で話してあげる。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。走れ、影。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。俺らの町。敵に囲まれてるね。川はもうおしまいだ。出道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。本当にやるんですね。走れるな。
ない。川までついていくんだ。もう片方は地頭の範囲か。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ？どうやって入った？私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか？いや、それより猛虎の囲いだが。おのれ、侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった？いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと？宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主ら、ついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか？何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ？守らないか。アンマルメン、槍川の民らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよう。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな、行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくは遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子が言われれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろ。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったから。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。高を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えたか？代替わりして
親方はもうどうでした？宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば。違うじゃないか、弓取りを探そう。まことの戦いを見せてやるか。あと次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらう。出たやつ覚えてたより、ずっと小さくについてのご用があれば。いつも火事場にいたね。お役に立ちましょう。動かすのが大変で。一月分の飯を約束したのに。役立つものばかりです。直しましょうか。これで安全です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。ばっかり。足の指が6本もあったじいさん。この辺りに住んでた。ユナ、タカも呼んだのか。話そらすんじゃない。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。この辺に埋めてたよね。覚えてたの。気に入ってたんだぞ。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや。母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。
あの家に続いておる。侍が住んでたね。スモージャン。タカ！死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ござがある。ここ熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだが近くにおるぞ。もうこの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も父に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用！
酒井殿。よくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな、まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。言うな。心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろ。とわにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。酒井殿。酒井様、お戻りで。金、材木、布を扱います。さあ、どうぞ。またいつでもいらっしゃってください。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなって。ゴロウ、せめて来ますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。ああ、そうだ。宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井殿。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。
ケンジのやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。ユナ、ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。サカイ様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急げ、みんなこっちだ。ついてこい。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。呼びたい。見かけよう。やり川を守れ。クロード様に。一人は通すな。猛虎を通すな。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。
壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。
は百古城の手向け。館のそばにおるぞ。首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の地で畑を潤せ。黙れ手向け。俺が得るのは六文銭だ。知れ事を調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ゴーストブスク。見ておけ。引け。引くなら
ならここが墓場だ。槍川の衆よ、一人として猛虎を生きて返すな。一人も逃すな。槍川を守れ。逃してないぞ。情け無用。叩き切れ。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。我が名将を討ち寄った。兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正してこい。陣の首を取った褒美なんてもらえるかよ。大事な菅笠衆のことはもう良いのか。陣は対馬一腕が立つ。俺の仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもあろう。頭を使え。あいつを殺さない手もあるだろう。